るほど。世界中のありとあらゆる料理を作ることのできる料理人になりたいんだ。そうなんですよ。世界中にはうまい料理がたくさんありますからね。どこの国の料理でも完璧に作ることのできる、そんな料理人がいたらすごいと思いませんか？いい、とっても素敵だと思う。私も美味しい料理は大好きだし。だったら後で俺の店に来てくださいよ。うまい料理ごちそうしますから。私は世界一の歌手になりたいと思っているんです。でも私すごい上がり症でまだ人前で歌えないんです。そうなの？じゃあ私にだけ聞かせてほしいな。エルビーラ様が聞いてくれるんですか？うん、私一人だけならそんなに緊張しないと思うんだけど、ダメかしら？とんでもない、光栄です。私一生懸命歌いますね。よかったね。え、あの子はずっとみんなと夢について語り合いたがってたの。その夢がやっと叶って本当によかったわ、なんて母親でもないのにね。うんうん、でもちょっとだけ羨ましいな。ならソフィーも甘やかしちゃおうかしらね。いいじゃんソフィーさん、うんと甘えちゃいなよ。そうだな、祖母に甘えるのは普通のことだ。祖母とか言うんじゃないわよ、まだ20代なんだからね。夢か。オリアス、何を見てるんですか？ああ、お守りだよ。ガキの頃、故郷の妹にもらったものでな。まあ、そこらに落ちてた綺麗な石で作ったものだから、ご利益なんて大層なもんはねえだろうが。優しいんですね。まあわざわざこんなもんを作ってくれるようなやつだからな。いえ、あなたがですよ。落ちてた石で作られたお守りを今でも大切に持ってるんですからね。どんなもんであろうとお守りはお守りだからな。おっしゃ、ほらみんな行くぜ。まずは洞窟の水晶をぶっ壊さねえとな。急に張り切っちゃって変なの。これって遺跡の跡だよね。前はあったんですか？いや、私がこっちへ来た時はもうなかった。ラミゼル、君は知っているか？え？私がこっちに来た時にはもうあったと思うけど、それはロイテールよりも前に生み出そうとした最初の町の名残よ。大体は新しい大地に塗り替えたんだけど、一部はこんな風に残っちゃったの。ロイテールよりも前って、じゃあ何度も作り直したってこと？もともとロイテールはラミーが過ごしやすいようにと思って作った町だもの。少しでも不便を感じないようにいろいろ考えて何度も作り直したんだから。エル、わざわざそんなことしてくれてたの？火山とか雪山でもないならそこまで気を使うことなかったのに。なるほど、つまりこの場所はエルビーラ様が良い世界を作るために試行錯誤した証なのだな。そう言われると照れるわ。ここ以外にも遺跡の跡みたいな場所はいくつもあるけど、
大体それが理由かな。そっか。でもそのおかげで今は大勢の人がロイテールで幸せに暮らせてるんだね。